ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。この現代っていうのを始めた理由はですね、シリーズ始めた理由は、まあ一応シリーズ日本っていうのが終わりましてね、私としては非常にこう、スッキリした形で終わったもんですから、まあ上機嫌ということで、まあ現代はですね、まあ食品の問題といい、エネルギーの問題といい、その戦争といいですね、なんか日本人の思考が止まっちゃったんじゃないかっていうのは気がするんですよね。まあ前回までトランス脂肪酸を中心ってやったんですが、まあ、食品の安全もですね、もうむちゃくちゃなんですよ。で、私今度少し調べたんですけど、まあ割合と管理栄養士とかちゃんとした人がですね、データ全く調べずに、もしくはアメリカのデータだけ使ってですね、まあ、食品の専門家ですからね、アメリカ人がわかめ食べられないとか、ごぼう食べられないって知ってるわけですから、よその国のことの食品を持ち出したところでどうにもならないんですよね。それで日本人の女性なんかすごくこう怯えてるところがあります。戦争もそうですね。アメリカがイラクを攻めてフセイン大統領をしたという時も何が違うんですかね。アメリカという大国が、まあイラクは特にアメリカについては地球の裏側ですからね。その国を攻める。今度ロシアがまあほとんど民族一緒ですね。ルーシー。の民族のなを攻めるっていうのを二つ比べて、これほど違う感情、それから対応っていうのをするっていうのはですね、もう驚くべきことですよ。日本人というのが戦争に対してどういう気持ちを持ってるのか私さっぱりわかりませんね。自分が好きな国が戦争するんだったらいいよと。嫌いな国だったらダメだよって。これではね、戦争反対でも何でもないですよ。平和主義でも何でもありません。まあそれでこの頃ですね、ドイツがまあやや崩壊しかかってるんですね。これはまあヨーロッパ全体が崩壊しかかってるんです。ちょっとここでまあドイツを今日始めましてね、イギリス、フランス、イタリアというふうに若干ヨーロッパ、アメリカについて触れようと思ってるんです。私はあまりヨーロッパ触れるの好きではないんですね。っていうのはヨーロッパっていうのは全領域でブラジルと同じぐらいの大きさなんですよ。で今や世界はですね、中国があんまり台頭してるのは気に食わないんですけど、まあ中国、インド、ブラジル、まあこういった大国ですね。それからまあ工業生産としてはまだまだなんですが、まあインドネシアとかですね。まあそういうところはもう少しずつ重みを増してるわけですね。中東はまあ石油がありますし、アフリカもだんだん元気になってきてるわけですよ。で、日本人のまあこれ報道がそうだからとも言えるんですけども、文化人もですね、ほとんどヨーロッパ、アメリカだけしか目が向いてないんですね。まあ、今度のエリザベス女王の葬式もですね、アフリカ諸国が謝罪なくして葬式なしと言ったことに関して言えばですね、日本人はだらしなくなったなぁと、昔はアジア、アフリカを代表してね、本当に頑張った国だったんですね。まあ、こういうことはまあちょっと別にして、今日はドイツのエネルギー事情ですね。まあ、どのくらいになるか分かりませんが、家庭用の、まあ、エネルギー費用がですね、まあ、3倍になるとか、一家でだいたい1年に100万になるとか、まあ、いろんなデータが出てまいりましてね、ドイツがもう苦戦に陥ってるわけです。これは当然ですけど、まずこの図を見ていただきますと、まあ、細かすぎてよく分からないと言われるかもしれませんが、これ粗くしますとね、ちょっと本質が分からなくなるんですね。これは、主にロシアからですね、ヨーロッパに流れてる天然ガスパイプラインの図なんですよ。まあ、網の目のように貼られているということと、あと、ヨーロッパが使う天然ガスはロシアから供給されていたと。もういう二つがですね、よくわかるので、まあ、このグラフを使用させていただきました。エネルギー資源っていうのはヨーロッパはですね、主に風力、石炭火力、原子力、まあ、こういうもので持ってるんですね。まあ石炭は比較的ドイツでいったらルール地方とかですね、それから北欧にも取れますし、イギリスも取れますから、まあ昔から石炭火力。それからフランスは自分たちのアフリカの植民地がですね、原子力だったもんですから、そこからウランを仕入れて原子力発電をすると。まあヨーロッパは地震がほとんどないので、まあ原子力発電には最適であるということですね。それから水力発電はスウェーデンとかそういうところで昔から水力を多くしています。しかしそれではちょっと間に合わないので、最近というかもうこれ30年か40年前から、イギリスは北海油田の海上ですね。海のところから石油を掘っておりますが、まあこれもそれほど量が多くないので、
やはり何かに頼らなきゃいけない。まあ、ドイツもですね、地球温暖化とか環境問題があって、まあ、石炭火力を少しやめてるんですね。石炭火力だから環境を汚染するってことはありません。そういう意味ではどの発電もですね、大量な熱を発生しますから、排水の排熱の問題もあるし、それから廃棄物の問題もあるんですね。で、これは技術的に解決するっていう手段もあるんですけども、ヨーロッパは環境問題でちょっと頭がおかしくなりましてね、太陽光発電とか風力発電で、この社会を持たせようとしてるわけですが、そんなことはもう計算上無理なので、グレタさんっていう少女ぐらいだったらね、まあそういう現象、まああの少女はお金をもらってやってると思いますよ。イラク戦争の時もね、イラクで私はひどい目に遭ったっつってアメリカの中学校の女子生徒が議会で泣いてやって、これがかなり戦争を勃発する原因の一つになったんですけども、これは全くお金でしたから、後で分かったのはですね、お金もらってやったわけですからね。女子中学生とか女子高校生だから真面目とは決まってないんですよ。お金だったら何でもやるっていう人間は、まあどこにでもいるっていやどこにでもいるんですよね。まあそういうことで、まあ太陽光発電なんかを主力にやり始めたわけですよ。しかし簡単に言えばですよ。簡単に言えば、石油石炭を使えば、キロワットアワーあたり10円。まあ原子力もほとんど同じですけど、まあ原子力はこう使い終わった原子力発電所の廃物をね、処理することがまだできないので、それちょっと考えなきゃいけませんが、まあ、ここはそういうことの細かい議論は別にして、石油石炭天然ガスは10円と。で、太陽光発電は30円かかるわけですね。なんで30円かかるのか。ね。太陽の光は無料なんですよ。ドイツに降り注ぐ太陽の光も無料なんですよ。それでも30円かかるのはなぜかっつったら、それはシリコーンの太陽電池の製造装置作るからですね。いやね、これね、なんかね、おかしいんですよ。エネルギーがあるから電気に変わるわけじゃないんです。エネルギーだけあれば電気に変わるんだったらば、別に水力発電作るときにコンクリートいくらでもいらないし、原子力だってウランだけ置いとけばいいわけですね。ところが、エネルギーから電気を取り出すのが非常に大きな装置がいるわけですよ。もちろん太陽光発電ね。あれはまあ、巨大装置ではありませんが、パネルがいりますね。パネルが後で大変なことになると思いますけどね。それからもう一つはね、もう人間ってのは自分勝手で、太陽の光は人間だけが使ってると思ってるんですよ。そんなことありません。太陽の光こそが、全生物の命の綱なんですよね。もちろん植物は、光合成しなきゃいけない。もちろん植物は光合成をして生きていく。植物の樹木が地上からまっすぐ生えてるのは何でかっていうと、曲がると隣の木に負けるからなんですよ。必死で太陽の光を受けなければ、植物は生きていけないんですね。しかも植物は動きませんね。あれ動かないもんですから、日陰に入っちゃったらどうにもなんないんですよね。だから、植物はもう CO2 と太陽の光の2つがいるんですよ。ところがなんかね、ドイツは何を考えたか、CO2 はいらないと。できるだけ少ない方がいいと。太陽の光は人間が使うんだ。じゃあ植物いなくなっちゃうじゃないですか。植物がいなくなれば、動物は植物の葉っぱとか実を食べる以外に生きていけないんですよ。空気中の CO2 と太陽の光で光合成で植物が自分の葉っぱとかなんか作る。それを食べて、その炭素ですね。これ炭素なんですよ。いや、低炭素社会なんてまたバカなこと言うもんだから分かんなくなっちゃうんですけどね。この頃理科のことを話しにくいんですよ。もう新聞、ラジオ、テレビが嘘ばっかり言うもんですからね。だから、まあそれを食べて動物が生きてる。だから動物も植物もドイツにはいなくなるわけですよ。簡単に言えば。人間が太陽光発電やればね。まあ、それを実際やったんですよ。しかし、それだけじゃダメだっていうのはいくらね、ドイツ人がアホでもやっぱりそれはそうは思わないので、ロシアから天然ガスをどんどん買ったわけですね。で、これは、天然ガスの方が CO2 の出方が少ないっていうちょっと少ないだけなんですよ。だから別に天然ガスとか石炭とかそんなに違いはあるわけじゃないんで、それをまあ政治的な言い訳として天然ガスを使うからいいじゃないかってここに示したみたいな天然ガスパイプラインを山ほど引いてるわけですね。ところが、自分たちでウクライナ戦争を始めたじゃないですか。ウクライナ戦争を始めたのはロシアじゃないですよ。ロシアを戦争に追い込んだのが NATO ですから。NATO はもともとですね、ワルシャワ条約機構というソビエトロシアの軍事に対抗して作った軍事機構なんです。ところがロシアが1990年にソ連が崩壊してロシアになりましたね。
で、ワルシャワ条約機構が崩壊しましたから、NATO ってもう意味がないんですよ。意味がないんだけど、その当時西ドイツ、東ドイツの境のところにスイスとね、オーストリアの境のところにあった NATO の前線をどん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 東にして、今ポーランドとかリトアニアとかバルト三国ですね。まあずっとこう、東に移動してきた。いよいよジョージアとかウクライナを NATO に取り込もうとしてるわけですよ。これはやっぱりロシアにとってはたまらないですね。ちょうどかなり前に、キューバに、ソビエトが核基地を置くということで、ミサイルが運び込まれようとするときに、もうアメリカとソ連の間で戦争一歩手前まで来ましたね。その時にアメリカは何つったか。いや、自分のね、隣の国に共産国の核ミサイルがあるの困るっつって戦争になりかけたわけです。核戦争にね。これはみんな知ってますよ。キューバ危機。それと同じ状態ですからね。あの時にアメリカのケネディ大統領が猛烈な勢いでもう核戦争も辞さないって言ったわけですよ。その時にアメリカを支持した人たちが、今度今ロシアを反撃してんですね。僕はね、国際関係ってのはね、ケネディ大統領の顔はいいけど、プーチン大統領の顔は悪いなんてことで判断したら、日本の将来もないし、日本も栄えませんね。もう少し冷静になって、国際的な情勢っていうのはその国その国で考え方が違うんだということに基づいてですね、やっぱり話を進めていかなきゃいけない。まあ、ドイツはこれからひどい目に遭います。それはね、10円でできる電気を30円の太陽光発電をやり、しかも太陽の取り合いを動植物と人間がして、どうせ人間勝ちますから、そしてドイツの自然をダメにすると。自然はダメになる、ドイツ国は衰退する、これと同じことを今日本でやろうとしてるのが小池都知事と小泉進次郎さんでしょうね。日本人はもう少しこのドイツの例を見てですね、考えてエネルギー政策をやらなきゃいけないと思います。温暖化というのは日本では平安時代の気温まで行くのにあと250年かかりますから、全く問題はありません。